御免中町停留場は、高知県南国市御免町にある土佐電交通ご面線の路面電車停留場。東停留場は1911年1月、土佐電交通の前身である、土佐電気鉄道により大津停留場から、東停留場までの区間が開通した際に開業した。当時の停留場名は、御免中町通り停留場。 ついで同年5月には、東停留場から御免町停留場までの区間が開通。これをもって、御免線は全通を達成した。停留場は、その後1944年に休止されるものの、1952年に復活。この時、停留場名は、御免中町へと改称された。ホーム設置前の様子御免中町停留場は、御免線の平用軌道区間にあり、 道路上に軌道が敷かれている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃される。ただし互いのホームは東西方向に離れて位置しており、東に五面町方面域のホーム、西に播磨や橋方面域のホームがある。かつてはホームがなく、路上に白線で乗り場が示されるのみであったが、 都市計画による道路の拡張により2012年4月27日よりホームが設置された。停留場より北い路地を抜けると、五面町商店街に行き着く。ABCDEFGHI、土砂電鉄が走る町根弱100.156から158ページ。ABCDEF 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年。 六十一ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六上野広と、土佐伝交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説日本の鉄道。 2013年35.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者2007年293ページ。ISBN 978から4から794216151。 土砂電鉄が走る町根尺94ページ。ありがとうございます。